皆様ごきげんよう、宮豆さんです。こちらにございますのはメッサーシュミット M163 コメートでございます。ちょっとおまんじゅうたち、静かにして。本日は世界初のロケット戦闘機で様々な逸話を残すことになる、こちらの機体の類人にスポットを当てて参りたいと思います。ちょっとメサコ。やめなさい、メサコ。メサミ、何してるんだ。メサコー。実は世界初のロケット戦闘機コメートの燃料は主に過酸化水素とヒドラジンで構成されています。混ぜると危険というよりは爆発させながら飛行するのがコメートです。皆さんも道端に M163 をお見かけの際はむやみに衝撃を与えたりしないでください。しかし、なぜこんな危険な戦闘機を作ることになってしまったのでしょうか。それは、やはり、1944年当時、すでにドイツ上空には連合軍の爆撃機部隊が接近していたという事情もありましたが、ドイツがロケット開発の先進国であったことも大きな理由として挙げられます。ドイツでのロケット戦闘機の原型は戦前の1938年頃にはすでに完成しており、期待した成果も上げつつありましたので、ロケット戦闘機の M163 コメートは1日も早い実戦への投入が求められていったのです。このあたりは本編の M163 の動画をご覧ください。そしてこちらの未知の人類初のロケット戦闘機のあらゆる試験を任されたのがドイツ空軍第16実験部隊でした。第16実験部隊の責任者はこちらのお方、ウォルフガング・シュペーテ隊です。シュペーテ隊は通算で99機の敵機を撃墜することになるドイツ空軍のエースパイロットです。そして1944年5月、ついに M163 の B の試作機は出撃の機会を得ることになりましたが、しかし、隊員の愛機となる M163 はとんでもないことになっていたのです。なんと試験では至って普通の塗装をされていた M163 が突如として赤い色で塗られてしまったのです。赤い機体といえば、そう、深紅の稲妻、ジョニー・ライデンですよね。はい。これは整備員の粋な計らいで、第一次世界大戦のドイツ軍のエースパイロット、レッドバロンことリヒトホーヘンの赤い機体にちなんでのものでした。整備員たちは、隊員が喜んでくれることを期待しましたが、この光景を見たシュペーテ隊員は割とブチ切れ、整備員を叱責したと言われています。隊員が怒った理由、それは目立つからでした。まあ、そりゃまあそうですよね。ロマンがあるなとはならなかったようですね。また隊員は塗装で使った塗料の量を気にしておりましたが、整備員は18キロと答えたそうです。これが飛行特性にどのような影響を与えたかは不明ですが、塗料とはいえ結構重たいですよね。かなりイライラしていたシュペーテ隊でしたが、敵の爆撃機部隊が集結しつつあるという情報から今更色を塗り替えるわけにもいかず、結局この真っ赤な機体で大空へと飛び立つことになるのです。ここではその類人に注目していきましょう。コメートはロケットエンジンを点火。時速が320キロになりましたら離陸いたします。高度60メートルで車輪を投下します。ご安心ください。コメートにはスキッドが搭載されておりますので、ID はこれで着陸していきます。またコメートの先端のプロペラは、景気関係の発電用のプロペラになっております。速度はあっという間に時速700キロにまで到達いたします。その加速力はコメートの名前に恥じないもの、まさに赤い彗星のごとくのものでした。前方に敵機の反応が、コメートの前方800メートル、上方500メートル付近に銀翼がわずかに見えます。あれは爆撃機ではなくて、アメリカ軍の B-47 サンダーボルトです。アメリカ軍のサンダーボルトの巡航速度は350キロ。それに対して、コメートはすでに時速700キロ。コメートは1秒につき100メートルも距離を詰めていきます。この速度差で近づくと、コックピットからはこのように見えます。お分かりいただけたでしょうか。コメートの上昇力と高速力をもってすれば、速度は圧倒。いえ、圧倒しすぎてしまい。照準で狙いをつけるのもかなり難しいことがわかります。
攻撃の機会は少なすぎる上に相手は4機。そこでシュペーテ隊は最後尾の1機に目標を定めていきます。5メートルに搭載されていたのは30ミリ機関砲、いくら重戦闘機の P47 でも命中すればひとたまりもありません。また単位は突破した後になるべく敵の車線に入らないように目標の下の方から螺旋状に上昇旋回を始めていきます。ここで攻撃開始と思いきや、5メートルの様子がエンジンが停止。まさかシュペーテ隊員によると操縦桿を前に押しすぎてしまい、わずかなマイナス G が発生、ロケットモーターが停止してしまったのです。しかも敵機の距離はおよそ300メートルで停止、推進力を失っていたコメートでは発見されれば無事では済まされません。しかもコメートの色は真っ赤な色。なんとタイミングが悪かったことでしょうか。もはや万事休すかといったところで、敵機は注意を怠っていたためコメートに気づかず、そのままコメートは速度を落としながら P47 の姿も次第に小さくなっていきました。すぐにロケットエンジンを再始動と行きたいところでしたが、一度停止してしまったロケットエンジンを再始動するために燃料を送るには2分ほど待つ必要がありました。隊員は帰還も考えましたが再攻撃を決意。エンジン停止からおよそ2分後にロケットエンジンの再始動を試みます。メサヨ、なんでそんなところに。メサヨー、後で救助しておきます。高度4000メートルですが、まあ、生きていると思います。多分5分、無事にロケットエンジンは再始動、隊員もエンジンの点火に安堵したと言われています。5メートルは急速に加速していきます。驚くべき加速力で接近する赤い彗星。しかしあと一歩で射程圏内というところで再びトラブルが発生してしまいます。機体に衝撃が走り、バフェッティングが襲っていきます。バフェッティングとは、飛行機の周囲の気流が機体の表面から剥がれて渦を作ってしまい、機体を振動させてしまうという現象です。5メートル示していた速度計は時速 960km。この衝撃の正体は音速の壁であり、このままでは機体が分解する恐れもあります。やむを得ず5メートルは速度を下げていきます。シュペーテ隊は再度攻撃を考えましたが断念。 M163 5メートルの航続時間はわずか7分30秒。すでに戦闘時間の限界に近づいていたこともあり、赤い彗星は戦果を得られずに基地へと帰還することになりました。燃料を使い果たしたコメートはそのまま滑空を続け、グライダーのように徐々に速度を落としていきます。風神を飾ったコメートは戦果こそ上げられませんでしたが、スキッドでの着陸にも成功して、シュペーテ隊員は無事に基地に帰還することができました。世界初のロケット戦闘機は画期的な性能を誇っていたものの、運用も操縦も扱いづらいものでした。しかし第16実験部隊の働きにより、 ME163 の実戦への本格投入はもう間もなくです。以上が赤い彗星 ME163 コメートの初陣にまつわる話になります。次回の ME163 の動画では機体の構造や戦術面からより深く検証してまいりたいと思います。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、バイバーイ。